こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、注文のところにね、ペンディングと出ることがあるんですけど、これはどういう時ペンディングになるか、それについてね、アマゾンの、ガイドライン、そちらの翻訳した文章をご紹介します。最長21日間ペンディングされます。21日待って、キャンセルされるのはたまったもんじゃないが、待つ以外の方法はないです。注文が保留中の理由。これ、Amazon のセラヘルプの翻訳です。購入者がクレジットカードの承認を得ることができなかった。購入者がコンビニストア払いを選択したが、支払いが完了していない。FBA 注文の場合、買い手は送料無料の資格を有しており、注文はすべての注文アイテムが集まるのを待っています。FBA 注文の場合、複数の商品の注文がありますが、一つの商品は在庫切れです。まあ、これ、カードの承認得られなかったと。カード承認得られなかったら、まあ、注文入ってないようなもんなんですけど、何らかの事情でね、一旦は承認出たけど、すぐに取り消されちゃったとか、そんな場合です。それからコンビニストア払いを選択して支払いに行っていない。また、送料無料でね、注文が全部集まるのを待ってると。これね、オーストラリアの場合送料高いんで、配達送料が高いんでね、ほとんど注文をまとめてから発送しますんで、結構ペンディング長いことあります。例えば、ね、西海岸のパースの倉庫にね、商品があって、で、東海岸の人が、東海岸の倉庫にあるものと、パースにしか、商品がないものを買った場合、パースからね、東海岸まで来るまで待って、届いてからまとめて、注文者のもとに届けるという形になります。日本の場合はね、送料安いんで、別々に来ることが多いですけど、配達早いんでね。オーストラリアの場合はそんな形で遅くなることがあります。また、複数注文、ね、自分の商品だけじゃなくて、他の、販売者の注文が集まるまで、やはり1回で配達しますので、集まるのを待っていると。まあ、こんな場合にペンディングになります。まあ、これね、保留中のステータスの注文どうすればよいですかという、まあ、この部分はね、基本的にこれ私たちは FBA を使っての販売しかしないんで、あんま該当しないんですけど、まあ、こんなふうにね、保留中の注文はキャンセルしないでください。発送しないでくださいというような形になっています。また、ペンディングになったまま、これどうしましょうとかね、あるいはこう、もうちょっとわかりやすく説明してほしいとか、何かありましたらお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。Amazon サポーター、堀秀夫でした。